はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数の拡張丸1をお送りします。で、ここからね、新しい章の始まりで指数関数、対数関数についてやっていきます。それのスタート動画だね。で、今回はポイントなしです。問題を10問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、指数なんとか乗のやつね、3の2乗みたいな指数っていうのはもう中学校でやってます。で、それのもっといろんなルールが出てくると、高校になるとね。まずそれを確認していきます。で、まず1番はもう3の2乗です。これも中学校でやってるので、答えいきましょう。9だね。で、一応確認すると3の2乗っていうのは3が2つかけられてますよって意味なので9になります。間違っても3、2が6とかいかないように注意してください。で、次、ここから新しくなるね。3のマイナス2乗です。つまりマイナスのなんとか乗になると、あ、ごめん、マイナス乗だね。で、これの処理の仕方はマイナス乗があったら分数になります。で、上は1なんですけど、このね、3のマイナス2乗のマイナスを取ったもの、つまり3の2乗ね、それが分母にきます。こういう感じ。これとこれ同じです。これ絶対覚えてね。3のマイナス2乗は3の2乗分の1なんです。だから3の2乗が9だから、これ答え9分の1になります。で、次も同じように、括弧マイナス2のマイナス3乗です。で、まずこのマイナス乗がめんどくさいので、そっちを先に処理すると、さっきと同じです。マイナス2のマイナス取って3乗分の1と考えてください。で、マイナス2の3乗は中学校でできるから、これはマイナス2が3つ分。つまり、マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2です。で、全部計算すると、マイナス8だから、マイナス8分の1と、一応線書いておくか。こことこことここですね。こういう感じになります。で、ラストです。ラストというか、まあ、上のね、ラストが11の0乗です。で、これはもう覚えましょう。0乗は1になります。これは100万の0乗だろうが何だろうが0乗は1です。で、これよくミスるのが、0乗ってくると0にしたくなる。でも結構出されます、0乗に関して。いいかな。0乗は1と覚えてください。で、次は、まあ、文字をこうくっつける感じだね。例えば A の3乗、 A の2乗、これはどうなるかっていうと、これまた答えから書きましょう。これ A の5乗になります。ミスとして出やすいのは A の6乗だね。やっぱ3、2が6っていきたくなる。で、例えば教科書とか、あのワークとかに載ってる公式で書くんだったら、多分ね、こうやって書かれることが多い。A の M 乗、A の N 乗。これは A の M たす N 乗みたいな。多分こういう感じで書かれるんだけど、もちろんこれで覚えてもいいです。ね。で、できれば指数に関しては、もう、公式がこれだからこうだとか、確認せずにもう体が反応するぐらい。例えば中学校の最初の頃にマイナス5たすプラス2って計算した時にもマイナス3って体が反応するでしょ。これを中学校の最初みたいに if 号だからマイナスのが大きいからマイナスでとかもやらないと思うんだよね。もちろんやる子もいるかもしれないけど、体が反応する、見た瞬間にわかるっていう。で、指数に関してはそのぐらいまで練習してください。なぜかっていうと、一回一回止まっちゃうと、難しい問題解いてるときに思考が止まるのね、一回一回。で、それはもったいないので、もうこう来たらこうだよね、みたいな。で、もし、こうじゃなくて違う思い出し方をしたかったら、A の3乗って何かって考えます。で、これはさっきの3の2乗が3が2個かけられてるのと同じで、A の3乗っていうのは、A かける A かける A なんです。A が3つあると。で、A の2乗ももちろん A×A で A が2個あるんです。で、それがここ掛け算隠れてるでしょ？つまり掛け算隠れてるんだよ。A 何個って5個じゃん。だから A の5乗になります。いいかな？
で次が分数です。で a の2乗分の a の6乗、これも答え先に書きましょう。これ6乗です。今6乗って言っちゃったかな、ごめん、まあね、間違って言ったかもしれないけど、答え a の6乗になります。でミスとして出やすいのは8と2を約分して4乗みたいなって書くもたまにいる。そう、2と8を約分してね。でこれも多分その教科書とかに書いてあるやり方でいくと、A の N 乗分の A の M 乗は A の M-N 乗みたいなのが書かれてると思うんだけど、まあもちろんそれで覚えてもいい、覚えてもいいんですけど、できればもう体が反応するようになってほしい。で多分中学校の時からやってるんだけど、これも約分してるからね、こうやって約分っていうか2個消して8から2個取るから6個にするよねみたいな、中学校で普通にやってる、ちょっと数が大きくなっただけだから。例えば中学校の時に青にしとくか、こういうのが計算出てきたら A と A 約分するでしょ、で B と B こう消して2に減らしてたじゃんか、それと同じ感じ、やってることは。いいかな。で次です。次はカッコ A のマイナス3乗のマイナス2乗です。ちょっとめんどくさいね、マイナス乗のマイナス乗となってるんですが、これも答えからいきます。これ A の6乗になります。でこれもどういうルールがあるかっていうと、中に A の M 乗があってそれの N 乗となったとき、これは A の MN 乗、つまりこことここをかけます。いいかな、かける、で6乗になると。いいかな。で次もやっていくと、これまた同じだね、さっきと同じルールを使うと、中がね A と B 両方あるんですけど2乗があります。でさっきは MN 乗こうかけたじゃないですか、でこれもかけます。でどうかけるかっていうと、まず A の3乗の3と2をかけて A の6乗になります。で次 B のマイナス1と2をかけて B のマイナス2乗になります。でこれで終わり。でおそらくこれでも丸もらえるんですけど、もしマイナス何乗を残すなっていう先生がいた場合、こう書いてください。 B の2乗分の A の6乗です。これが個人的な意見なんで両方ちょっと線引いちゃいますけど、マイナス何乗っていうのはさっきやりました分母にきます。3のマイナス2乗が3の2乗分のならば、 B のマイナス2乗は B の2乗分のになります。で A の6乗が乗ればいいから、つまりこうなる。で A のマイナス5乗割る A のマイナス5乗です。でこれもちゃんとひっくり返してやるってのもありなんだけど、これも普通にやっちゃいます。答え1です。なぜならこれマイナス乗なん、ごめん、マイナス乗なんでちょっとややこしく感じるんですけど、例えば A ある A って中学どうだった、これ1でしょ。 A の2乗割る A の2乗っていくつ、1でしょ。同じもので割ってれば1です。マイナス何乗だろうが A のマイナス5乗と A のマイナス5乗割ってるからね。で1になります。でラスト、A のマイナス4乗割る A のマイナス2乗です。で、これは、横が書ききれなそうなんで、どう考えるかっていうと、両方直さなくてもいいんだけど、一応横直してみるか。そうすると、こっち、A のマイナス4乗、丁寧にやるとね、丁寧にやると、A のマイナス4乗っていうのは、A の4乗分の1です。これ下入ってるかな？あ、入ってるね。で、割る A の2乗分の1になるんだよ。ちょっと書ききれないんで口で言っちゃうけど、割るをかけるに直すと後ろは逆数に変わるね、割り算ってこう。ってことは A の2乗分の1が逆数になるので、ちゃんと書くとこうなります。で4と2をね、さっきやったようにこう消すと、こっちは全部消えるか、下が2乗が残る、つまり答えは A の2乗分の1になります。でもしくは A のマイナス2乗でもいいと思う。いいかな。その答えの書き方はね、ちょっとね、また先生によって違うかもしれないんだけど、
まあ、丁寧にやるとああいう風になります。いいかな。なので今回は指数のスタートです。まあ、例えばマイナス何乗だったらこうね、分数になるとか、0乗は1、まあ、ここはくっつけるとか、どうくっつけ、足し算引き算使う、どれかとか、そういうのをね、まず押さえてください。ここから指数いっぱい使っていくからね。では今回は高校数学数2の指数の拡張丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、指数のルールまだあります。ちょっといろんなパターンがあるので、またね、次回丸2取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。